山田香がりは愛知県名古屋市出身の元バスケットボール選手である。ポジションはフォワード。シャンソン V マジック富士通レッドウェーブでプレーしたアトランタオリンピック日本代表。奈良岡育子は弟の妻。森山中学校時代は174センチメートルの長身とシュートを武器に全中8連覇。 名古屋ン大福幸3年時に全日本に初選出され、世界選手権に出場。卒業後シャンソン化粧品に入社。本来のポジションはフォワードながら、マルチプレイヤーとしても活躍。公式戦54連勝を記録するなど、黄金時代に貢献した。1996年には、アトランタゴリンに出場。コートでは、フロアリーダーとして、ベンチでは、 アドバイザーとしてチームを引っ張った。1998年のバンコクアジア大会では金メダルを獲得した。2003年富士通に移籍。2004年のオールジャパン準優勝 W リーグ第3位に貢献。シーズン後に退社。クラブチームに所属して国体優勝を経験後に現役引退。その後、 母校でコーチを務めたが、2008年4月より、山形銀行のヘッドコーチとして招かれた。同年度の全日本実業団バスケットボール、競技大会、全日本社会人、バスケットボール選手権大会、全日本実業団バスケットボール選手権大会で、いずれも初優勝の3冠に導く。国体青年女子山形県チームの監督も務めた。2011年、 アイシン AW ウィングスのアシスタントコーチ就任。加藤コーチがチームの成績不振のため休養した後はヘッドコーチとしてチームの指揮を取る。2014年、リタマジがヘッドコーチに就任したことに伴いコーチとなる。2015年対談。ありがとうございます。